オカピー堀さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の結果って感じだね、はい、うん、あと1枚が ね、 ねオカピーは耐えに耐えて、あのイースワンのリーチ、ようやくチャンスが来たと思ったら、得意なイースワンのみなぜなら向上しちゃって、あれが勝てたらね、2は元よりもう一個上まで狙える可能性があったんだけどね、堀さんは、堀さんもあと1枚でした結局。てか堀さんはね、あと1枚じゃなかったのね、あと6枚ぐらいリーチしたらレアンパーピー6枚あったし、全員降りてね、もう一人足りやっつって、スチーソンも高かったし、あと1枚引いたからね、1枚の6万を引いちゃったね、逆にね、枚数は全部勝ってたんだけどね、今日不思議な現象がいろいろあって、枚数が少ない方がずっと勝つというね、本当に最後ぐらいかな、まっとうな結果は、ちょっとね、なかなか苦しい1周目のスタートになりましたけど、ね、まあただまだね、4分の1終わっただけ、4分の3、4分の1終わってないね、5分の1、しかも来週はなんと3日間、3連投、月か木、月か木、月か木、堀さんは月か木ってとりあえず来るべき、月か木、また次月か、ちょっとハードだな、もしかしたら金曜日も来るかもしれない、来ても誰もいないけど、ね、月か木、内川さんは金曜日が行き通貫そうです、19日、そんなこともあるの、内川さん行き通貫じゃ19日です、猫ミームみたいになっちゃってる。ああ、俺月か木金。俺こう来たんじゃないの？どこ行くんですか？お台場。あ、そこそこそこ。そんな遠くじゃない。いやいや。ここ、丸ちゃんここ来てもまだ行ける。大丈夫だ。そうそうだから。お台場。ということで、はい、来週もしっかり。はい。はい。Mリーグに来ましょう、うん、はい、来ますね、来るだけじゃなくてね、勝ちましょう、勝ちましょう、はい、まだまだプラス1、はい、はい、頑張りましょう、お疲れ様でした、チャンネル登録と高評価もお願いします、お願いします。